一番辛かったことは、まず一番はサッカーができなかったこと。まあ、ベレーザでもう一度みんなと一緒にサッカーがしたいっていう思いが復帰させてくれました。諦めなければ必ずその先に絶景が待ってる。日テレ東京ヴェルディベレーザの村松智子です。過去に膝の怪我をしたことがある方や、今膝の怪我で悩んでいる方と思いを共有できたらと思い、今回膝シートを企画しました。 Zoom での交流や試合観戦の招待などを予定しています。少しでも興味があればぜひ参加してください。皆さんで膝あるあるなど交流しましょう。お待ちしてます。